ブルース・ティムはアメリカ合衆国のアニメーター、アニメーション監督、プロデューサー、漫画家である。代表作にバットマンなどがある。ジャック・カービーらのコミックを読んで育ち、多大な影響を受ける。アニメーションの技法を独学で習得後、1981年にフィルメーションスタジオへ入社し、アニメーターとしてのキャリアをスタートさせる。一時期ドンブルースプロダクションに出向き、 ニムの秘密に参加。フィルメーション退社後は、マーベルプロダクションやディックエンターテインメント、マテル等で、アニメーター、イラストレーターとして従事。1989年に、ワーナーブラザースアニメーションに入社。タイニートゥーンズにキャラクターデザイナーや、ストーリーボードアーティストとして参加した後、脚本家のポール・ディニ、背景デザイナーのエリック・ラドムスキ、プロデューサーのアラン・バーネットと共に、 バットマンの制作に取りかかる。ダークデコと形容されるクライトーンを基調としたスタイルを確立し、同作はエミー賞を受賞した。また、同作においてキャラクター、ハーレークイーンを生み出し、後の実写劇場版でも登場するほど人気を博した。その後、スーパーマン、バットマンザフューチャー、ジャスティスリーグのシリーズに連続して制作に携わった。近年は、 バーナーブラザースアニメーション制作の DC コミック OVA にエグゼクティブプロデューサーとして携わっている。前述のジャック・カービーのほか、ハーベイ・カーツマン、ジム・ステランコ、ジョン・バス・セマ、ワリー・ウッド、フランク・フラゼッタ、ダン・デ・カーロ、アレックストスといったアメコミアーティストに影響を受けている。また、マックス・フライシャーによるスーパーマンの短編も愛好しており、ティムのアールデコジのスタイルに 大きな影響を及ぼしている。ありがとうございます。